い、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、ちょっと久しぶりに購入品を紹介していきたいと思いまーす。で、今回購入したのがアーバンアントフィッターズっていうところ、海外のブランドなんですけど、個性的なものというか、あまり他では見かけないようなものとかがとても多くてですね、結構私もよくチェックしたりとかしてたんですけれども、前に一回インテリア購入みたいな感じで紹介したことはあるんですが、今回はお洋服を購入したので、そちらを紹介していこうかなというふうに思っております。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していきます。まず一つ目がじゃーん、こちらでございます。このニットめちゃくちゃ可愛くて一目惚れで、これはもう買うしかないと思って買ったニットなんですけど、今の時期にニットって思うかもしれないんですけど、これはでも見た時にもう季節とか関係なく、いや、これはもう欲しいと思ったので買ってしまいましたが、秋冬までね、着るの我慢しなきゃいけないのがあれなんですけど、襟が結構大きくて V ネックになって、これがワッペンかな、これもすごい可愛いし、もう刺繍がされててめっちゃ可愛いんですよね。まあ、結構インパクトのあるデニムなので、デニムじゃないわ結構インパクトのあるニットで、あんまり普段私こういうのを着ないと思うんですけど、意外とこういうのも好きでですね、実物もめちゃくちゃ可愛くて、でニットも全然チクチクしたりもしないし、すごい柔らかい感じのニットなので、とっても着やすそうだなっていう風に思います。これは結構胸元がガバッと開いているので、中に T シャツ着たりとか、なんかシャツ着たりとかして合わせていきたいなっていう風に思います。こちらはこんな感じですね。特に刺繍とかはないんですが、シンプルにこの形も可愛いですよね。この大きな襟がついてて、ここがちょっと V になってるっていう、あとシルエットも結構ビッグサイズ、オーバーサイズな感じなので、割とゆったりとしたニットになってます。なのでパンツでちょっとピタッとしたやつ着ても可愛いと思うし、パンツもあえて緩めなものを選んで結構ゆるっとした感じで着るのも可愛いと思います。デニムとかともめちゃくちゃ相性が良さそうですよね。こちらのお値段が15,600円でした。結構お高めなんですけど、ニットだし他には見ないデザインだし、一目惚れしてどうしても買いたかったので、今回はこちらを買いました。めっちゃ気に入ってます。めちゃくちゃ可愛い。続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。キャミワンピになってて、これもすごく気に入ってます。こんな感じでチェックになってるんですよ。で、このチェックの真ん中のところにお花が描かれていて、これがねすごい可愛くて、チェックとお花ってなると結構可愛くなりがちだと思うんですけど、このトーンがブラックベースなので、そこまでこう可愛らしすぎずに私でも着やすいかなと思ってこちらを買いました。上半身の方は割とピタッとした感じのシルエットになってるので、なんか着太りとかも全然しないなって思ったし、着てみてもすごくシルエットも綺麗でした。で、あと裾のところが若干布が多めになってて、レアな感じというか、すごいボリュームがあるってわけでもないので、柄とかはちょっとレトロな感じだったりとかで女の子らしいんですが、意外と大人っぽく着れるようなワンピかなと思います。で、あとこの胸のところのデザインもすごく可愛くて、最近こういう形のキャミソールとかも多いと思うんですけど、バストのあたりにちょっとボリュームがあって、この真ん中のところがリボンで結べるみたいな、これもねすごい可愛いんですよね。こういうの1枚でヘルシーな感じで着たりとかしたいなと思って購入しました。もちろん1枚じゃなくても、この中に T シャツとか合わせても可愛いと思います。こちらのお値段が9600円でございます。続きまして3つ目がこれ、今着ているこのベストなんですけど、これ実はじゃん、見えるかな、ロンパースになってるんですよ。つながってて、下がショートパンツ、パンツになってて、これがね超可愛いんです。ここにも襟ついてて、 V のベストっぽい感じのにパンツがつながっているっていう、すごい可愛くないですか。これも見た時に最初なんだこの服はって思ったんですけど、よくよく見てみると他では見ないデザインだし、なんか可愛く見えてしまって買ってみました。意外とね、届いてみると色が鮮やかだったので、ちょっとどうかなと思いつつっていう感じなんですけど、綺麗な色なので夏とかめちゃくちゃ可愛いと思います。今回私は中に白 T を合わせてるんですけど、もちろん1枚で着ても可愛いですし、あとここもボタンになってるので全部閉じたりとかもできるので、閉じたらまた雰囲気もガラッて変わってくるんじゃないかなと思います。でもただこれはね、下から履いていく感じになるんですね。なんですけど、ボタンが、まあ、結構数はあるんですが、ここの開きが限界があるので、お尻はね大丈夫だったんですけど、肩を通す気がちょっと伸びそうで怖いなっていう感じはしました。なのでちょっとトイレとかがなかなか大変な服だとは思うんですが、すごいデザインが可愛くて珍しくて気に入っております。で、あとね、これはボタンもすごい可愛いんですよ。なんか初めて見るんですけど、私こんな柄のボタン、普通のマーブルのボタンじゃなくて、
なんかこう、わかるかな、柄みたいなのが入ってるんですよね、全部に。そう、このボタンもとっても可愛くて、ここもすごく気に入ってます。で、割とお腹周りとかもゆとりがあるので、食べ過ぎちゃったりとかしてお腹出たりとかしてもそんなに響かないお洋服になってました。こちらの値段が9600円でございます。続きまして、4つ目がじゃーん、こちら、このブーツ、もう一目惚れでした。めちゃくちゃ可愛くないですか、これ。サイドゴアのね、ブラックのブーツなんですけど、このソールよ、ソールの部分めちゃくちゃ可愛くないですか、これ。超厚底になってて、下がグリーンのソールで、その上にまたさらにブラウンのソールがあって、で、またこのグリーンとブラウンっていう色味が秋にすごい可愛いなと思って、私は秋のファッションがとても好きなので、この色合いは私からしたらたまらないんですよ。でも最近ブーツもシーズンレスになってきていると思うので、全然夏でも履けちゃうしなと思って、今からでももちろん履けるブーツですね。割とね、重さはあるんですけど、サイドゴアになってるので、とてもスポット入るし、ソールの部分にすごくボリュームのあるデザインなので、足もスラッと華奢に見えたりとかっていう効果もあります。高さも長すぎず短すぎずな感じで、そこも私はいいなって思いました。こちらが1万900円でした。続きまして、5つ目がじゃん、こちらでございます。このなんかヤンキースのマークを見るとニューエラっぽい感じがしますが、ニューエラとはまた違うブランドの帽子らしくて、47っていうところのやつなんですけど、このグレーの色合いがめちゃくちゃ可愛くて、こちらを購入いたしました。私、帽子は何個か持ってるんですけど、やっぱりキャップが一番使えるんですよね。何かとキャップをかぶりがちで、このキャップすごい形が綺麗でした。かぶってみたら結構深めの帽子になってて、もうつばのカーブの感じも角度があるっていうか、割とシュッとスタイリッシュな感じの印象があると思うんですけれども、この形私すごい好きでした。めちゃくちゃ頭にフィットするし、頭がすごく綺麗に見える形のキャップだなっていう風に思いました。こちらのお値段が3600円でございます。続きまして、6つ目がじゃじゃん、こちら、伊達メガネなんですけれども、ちょっとまだシールがついてるんですが、これもめちゃくちゃ可愛くて、こんな感じのメガネです。こういう伊達メガネ、私も1個黒のやつ持ってるんですけど、今すごい縁の太い伊達メガネが流行っていて、これはそんなに太いわけではないんですけど、でも存在感もしっかりあって、あとこの柄がめちゃくちゃ可愛くて、まだらな感じの柄になってて、それがね、すごい私は可愛いなと思ってこちらを買いました。ちょっと雰囲気変えたい時とか、伊達メガネってめちゃくちゃ使えるので、私もよくつけるんですけど、これはね、ブルーライトカットになっているので、私普段パソコンをよくいじるので、そういう時にもすごくいいなと思います。こちらの値段が2200円でございます。続きまして、7個目がじゃん、こちら、またちょっと伊達メガネなんですけれども、もっと大きい、そしてクリアなフレームのメガネですね。これもシールつけっぱなしで申し訳ないんですけれども、これもブルーライトカットのメガネになっているので、パソコンとかスマホとかいじる時にもいいかなと思います。あとね、これね、フレームがすごい可愛くて、一見クリアな感じに見えると思うんですけど、クリアのフレームに上だけちょっと金属っぽい感じのフレームになってるんですよ。それがなんかあんまり見ない感じで、とっても可愛かったので、こちらも買いました。届いてみると予想以上に大きかったので、ちょっとびっくりしましたが、まあ、でも可愛いメガネですね。こちらの値段が2500円でございます。続いて8個目がじゃん、こちら、ヘアクリップを購入しました。簡単に髪の毛を留められるし、ラフな感じでとても可愛いし、バッグとかにこうつけたりとかしても可愛いので、最近はね、持ち歩いたりとかもしてるんですが、このブロックチェック柄、これも最近なんか急にグワーってきた気がするんですけど、このブロックチェックもめちゃくちゃ流行ってて、今そのブロックチェックのヘアクリップを見つけて、こういうチェックってお洋服とかで取り入れると派手だし、ちょっとこう子供っぽいというかなっちゃいそうだなっていう風に思うんですけど、なんかこういう小物とかだったら、髪の毛にこうちらっとつけてある感じとかでも可愛いなって思ったし、小物でブロックチェックを取り入れるっていうのもおしゃれかなと思って買ってみました。こちらのお値段が1500円でございます。続きまして、9個目がじゃん、こちらです。未だかつてない商品の見せ方ですよね、これ。多分これミニクリップなんですよ。蝶々の形になってるミニクリップなんですけど、こんな感じで髪の毛を留められるミニクリップなんですけど、想像以上に入ってました。量の話なんですけど、想像以上に入っててびっくりしました。何個だ？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
12個入りでした。こういうミニクリップも私ずっと探してたんですけど、なかなかあんま売ってるところが分からず、こういう蝶々のやつとか多いと思うんですけど、売ってたとしてもピンクとか紫とか可愛らしい感じの色合いのものが多かったので、それはちょっと違うかなと思って買ってなかったんですが、アーバンとフィッターズで別光カラーっていうのかな、なんかこうよくあるような感じの別光飴っぽい感じのカラーのものがあったので、これだったら蝶々は蝶々だけどそこまでこう子供っぽくならずにつけられるかなと思ってこちらを買いました。まあ今ちょっと縛ってるのであれですが、下ろしといて前髪だけこうちょんちょんちょんっていう感じで留めても可愛いし、メイクする時とかにもちょんちょんってつけてもねいいなっていう風に思うんですが、 2,3 個ぐらいなくなってもわからなさそうなぐらいの量ですけど、こちらも購入しました。こちらのお値段が1300円でございます。続きまして10個目がじゃん、こちらでございます。ネックレスなんですけど、なんていうカラーなんでしょう。これはすごく綺麗なカラーで、紫、グリーン、イエローみたいないろんな色が入ってて、すごい綺麗なカラーなんですけど、ここにあのインヤン柄のチャームがついてて、インヤン柄もね最近めちゃくちゃ流行ってて、私のお母さんたちぐらいの世代の時に流行ったらしいんですけど、可愛くて買いました。なんか夏は結構シンプルなお洋服になりがちなので、ネックレスでこういったカラフルというかいろんな色が入ってるようなものをつけたりとかしてもとっても可愛いんじゃないかなと思います。こちらのお値段が4900円でございます。続いてでラストになります。ラスト11個目が、気づきの方もいるかもしれませんが、今つけてるこちらのネックレスです。これもインヤン柄です。こっちはまあオーソドックスな感じで白黒のタイプなんですが、ビーズネックレスも今めちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。自分でオリジナルで作ったりとかしてる方もいると思うんですけど、普段あまりねピンク系のお洋服とか着ないんですけど、こういうアクセサリーとか小物とかピンクはすごい可愛くて好きなので、こちらのビーズネックレス買ったんですけど、なんかこのハートとかピンクのビーズとかでラブリーな感じのネックレスかと思いきや、このインヤン柄があったりとか、ビリヤードっぽい感じのパーツがあったりとか、うまくバランスの取れたネックレスだなというふうに思ったので、これなら私でもつけやすいかなと思って買ってみたんですけど、可愛かったです。ビーズのネックレスなんですけど、こんな感じで調節ができるものになっているので、好みの長さで変えれたりとかするのもとてもいいなと思いました。こちらのお値段が2200円でございます。はい、ということで今回購入したもの以上でございます。合計11点買いましたね。今回は結構たくさん購入したんですけれども、最近あんまりねお洋服買ってなかったので、割と久しぶりにお買い物をしました。でもやっぱ久しぶりにお買い物するとすごい楽しいですね。このアーバンとフィッターズめちゃくちゃ可愛いアイテムが多くて、日本のサイトもあって、全然日本語で日本円で購入できたりとかもするので、ぜひ皆さんちょっとチェックしてみてください。また多分お洋服購入すると思うので、購入品紹介できればなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。